キックアス、つながる思い。はい、こんばんは、うちです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。暖かかったりね、寒かったり、まあいろいろありましたけどもね、もう2月に入りました。今日もね、都内某所からお届けしたいと思っておりますので、最後までよろしくお願いいたします。まあ本当にね、寒暖差があったりということでね、なかなか体調が思わしくない方も多いかなと思いますけども、まあ以前ねコロナの方はね、完全に収まる方向ではないので、もちろん皆さんね、感染しないようにさせないように、いろいろそれなりに対策をしながら生活されてると思いますけども、もうねこれだけちょっとやっぱりもう長くなってくると、さすがに、いろんなところで疲弊してね、医療関係者じゃなくてもやっぱ一般の僕らなんかもいろいろ疲弊してストレスも溜まってくることもあると思いますけども、頑張ってね、本当に、感染しないようさせないようして生きていきたいと思っておりますので、皆様も、お気をつけくださいというわけでね、今日2月に入ってね最初なんですけども、実はね何もね、これといった大きなことがちょっと今回なかったんで、いろいろ自分の中でね、今日は何の話しようかなと思って考えてたんですけども、先週かなちょっとタトゥーの話したんですけども、ボクサーのね、井岡選手が、タトゥーが、試合中に見えたとか、それはね、規則でルール上では良くなかったんだけど、途中で見えてきてしまったっていう、それでいろいろ SNS 等々でね、賛否両論あったんですけども、そのルールがどうのこうのではなくてですね、僕がちょっと思ったのはタトゥーを入れることによっていろいろ人から、どう見られるかとか、人の目見方がちょっと変わる時ももちろんあると思うんですけども、基本的に僕なんかわからないです。タトゥーと入れ墨の違いというか和柄もあるんであれば、タトゥーの和柄ってよく昔からある入れ墨なのっていう、厳密にはいろいろ違うことあると思うんですけど、パッと見は分からなかったりするので、そういうこともあり、あまり、イメージが良くないとかってそういうのもあると思うんですけども、僕は個人的には別にタトゥーはそんなに、気になることはないんですけども、実はちょっと違う話なんですけども、クランさんっていうダンサーかなの方が見えて、女の人なんですけども、クランさんっていうのは草刈正雄さんの娘さんなんですけども、クランさんが、足にね、男の人の顔のタトゥーを入れてたのをこう SNS でアップしてたんですけども、でそれに、やっぱり反応する人がもちろんお見えになってて、誰なんだとか、いろんなその
そんなところにタトゥーを入れてっていう話もあったんですけども、やっぱり誰なんだろうな、なんで入れてる、どういう意味で入れてるんだろうなっていうのは、もうもちろんとっても素直な気持ちでいいことだと思うんですけども、批判するのはどうなのかなというのは、なぜかというと、そういうタレントさんとか芸能人の方で入れてる方っていっぱいお見えになりますし、沖縄で言ったら安室ちゃんなんかもね、タトゥー入れてましたけども、それにはやっぱちゃんと意味があって入れてる方もお見えになるので、ただのファッションだけっていうわけではなくて、意味があって入れてる方もお見えなんで、そのクランさんも実は意味があって入れてて、その男の人の顔が、右足だったかな、右足に、結構大きな感じで彫られてるんですけども、それは、実はこの好きなタレントでも好きなミュージシャンでも好きなダンサーでもなく、実は、自分より早く若くして亡くなった、弟の、顔が入れてるっていうことで、そういったのことをやっぱり知らないで、もちろん皆さんそういう批判なりなんなりしてると思うんですけども、やっぱりそういう一概にね、タトゥーがとか何々がっていうのはやっぱり、気持ちのいいもんではないので、そういった何らかの理由があるって入れてる方もお見えになるので、やっぱりタトゥーに関しては、一概にもね、タトゥーだからっていうので批判するのはどうなのかなと思いましたので、ちょっとお話ししてみたんですけども、今ね、若い子の中でね、ファッションで入れられてる方とか多いので、そんなに若い方にとってはね、気にならないとは思うんですけども、そういったSNS で批判されてる人が、いくつの人が批判されてるのかっていうのも、よくわからないですけども、ちゃんとした事情を知らないで言うのはどうなのかなっていうのが、僕が思う考えですけどもね。なんでファッションで入れてても、ファッションじゃなくても別に批判することはないんじゃないかなと思います。というわけで、ここで一旦コマーシャル入れましょうね。スポンサーにベンチャラ。楽しいイベント企画してます。エンジョイ沖縄ダブルギア。お問い合わせは988-5259、988-5259。エンジョイ沖縄ダブルギア。凌介よ凌介、満開八日にはくれ。はい、うまおちぬそうがほい。そうよ、FM コダ 76.1 メガヘルツ超短、一平うむさんだ。凌介よ、あしや生からそうまずうさに FM コダちちょさ。そうよ凌介よ。楽しいイベント企画してます。エンジョイ沖縄ダブルギア。お問い合わせは988-5259、988-5259。エンジョイ沖縄ダブルギア。キックアス、つながる思い。キックアス、つながる思い、後半の方に、入っていきたいと思いますけども、この番組の方ではね、メッセージの方も募集しておりますので、皆様の方からね、どしどしメッセージの方をいただきたいと思います。宛先の方がですね、
761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp の方なのでよろしくお願いいたします。またFM コザさんの方ではね、ツイキャス YouTube などで配信しておりますので、FM コザさんの、ホームページの方からもご覧になれますので、もしよろしければそちらの方でもご覧になって楽しんでいただけたらと思います。はい、というわけでね、後半の方を始めていきたいと思いますけども、ちょっと後半の方ねちょっと思ったんですけど、まあ、ちょっと何日か前の話になっちゃうんですけども、田中将大さんだったかな、僕ごめんなさい野球の方がちょっと詳しくないので、マー君がですね、メジャーリーグの方から、日本に帰ってくるってこと で日本で、日本の球団の方が、楽天イーグルス、ねまあ、古巣に戻ってくるっていうことだと思うんですけども、まあ、野村監督時代にいたのかな、まあ、でもちょっと、まあ、個人的にですけどマー君が楽天に戻って、まあ、今年ね戻ってきて、まあ、いろんな意味で良かったなと思ってるのは、まあ、楽天イーグルスっていうと本拠地が東北なんですよね。東北の宮城県仙台市が、確か本拠地だと思いますので、まあね、今年、東北のね、つらやの震災の方から、まあ、節目というか僕らが軽々しく言えることじゃないんですけども10年目になりますので、ね、マー君帰ってきてね、少しでもね、いろんな意味で復興にね多分力になるんじゃないかなと思うので、まあ、東北の皆さんにとっては、まあ、プラス野球ファンにとっては、ね、マー君が日本に帰ってきて、しかも東北に帰ってきてよかったんじゃないかなと思いますので、まあ、それちょっと思ったのでお話ししましたけども、まあ、そのスポーツに行くと大坂なおみさんの方が、まあ、ちょっとね今ね自分のランキングの方は元世界一から少しは落ちてきてしまってはいるんですけども、まあ、もちろん、まあ、こういう状況なんでね、なかなか今、試合をお見かけすることはないできないんですけども、最近のちょっとニュースで見た見つけたんですけども、なんかアメリカかな何かの女子サッカーチームの、まあ、共同オーナーになるっていうことで、女子サッカー界を盛り上げようとしてくれてる、まあ盛り上げようとしてくれてるっていうか盛り上がるのに一役買ってくることになるんじゃないかなと思うのは、この間も話したと思うんですけども、今年の秋ぐらいから、女子サッカー界もプロリーグっていうのでウィーリーグっていうのが始まるんですよね。で、まあ今までなでしこリーグにいたチームがほぼですけどそこに、参戦するんですけど、まあ、内容がね、まあ、いろいろプロとしてのっていう、女子プロチームとしてのいろいろ、があるので、まあ、その底上げにもなりますし、その実際にプレーしている人たちのこの気持ちモチベーションも変わってくると思いますので、まあますますね、この澤さんがいた時みたいに日本一になった時だけ騒がれるんじゃなくて、ある程度のずっとこの
まあ、人気というかね、まあ、野球も人気商売ですけど、ずっと人気を、持てるようにね、まあ、そういったプロリーグが、発足されたんじゃないかなと思うんですけども、まあ、それに一役買っているのがあの元、何ですか、女子のね、代表監督ののりさんも一役買ってるみたいなんで、まああのね、まあサッカーファンとしてはね、女子サッカーも本当に大いに盛り上がってほしいなと思いますけども、そこでね大坂なおみさんがねそういった女子サッカーチームに投資、まあ、投資ですよね、うん、してくれて、いろんな、ことが、動き出すっていうことはいいんじゃないかなと思います。まあ前々からね、前々からというか前からちょっと言われてましたけども、2021年今年は逆に、いろんなものがまあ去年というか、まあ、そういう時期だったっていうことも踏まえてだと思うんですけども、いろんなことが動き出すっていう、年みたいなので、本当になんか新しいことが動き出すんじゃないかなと思いますけども、はい、だからいろんな、まあオリンピックがね多分、まあ、僕らなんか多分っていうしかないんですけども、多分開催されるであろうとは思いますけども、まあねやっぱりこの状況下においては確かにと思うんですけども、もう少し経ってみないとはっきりわからないのかなとも思いますけども、はい、まあそれはやっぱこういう状況なんでしょうがない部分はあるかなと思うんですけども、まあ僕はいろんな意見があると思いますけども、オリンピックに対してはね、東北に限らずいろんなところでいろんな震災があるのにオリンピックなんかやってっていう考え方の方もお見えになりますけども、まあそれもそれでお話というか話分かりますけども、まあコロナのこういう時もそうなんですけども、後ろに下がっちゃいけないと僕は思うんですよね、気持ち的にね。なんでこういう時だからこそ前向きになって前に進むことを考えた方がいいなと思うんですよね。なんで震災とかそういうのがあるのにとか、そういうことだけの意味合い、言葉だけでオリンピックなんかっていうやってる場合かみたいなことはちょっと違うかなと思いますね。もちろんオリンピックを開催する人たちが、例えばですけどそういう東北に限らずですけど、ちょっと前にあったその大雨のねなんとかとか、いろんなところの震災の人たちは別に関係ないから、別にオリンピックはオリンピックだろうっていうわけではないと思います。逆にねそういう人たちにも勇気を与えれるんじゃないかと思って、頑張ってオリンピックを開催しようって思っている、まあこともあるんじゃないかなと僕は思うので、まあ、そうであってほしいと思っておりますので、まあ、さっきのねタトゥーの話じゃないですけど、一概にね言葉尻だけでねこんな時にオリンピックっていうのは、やっぱりどうなのかなとは思いますけども、はい、やっぱりいろんな希望もありますし、まあその
言ってしまえば経済とかも少しは、回ると思いますので、こういった感染予防対策しっかりして、まあその時にね少しでもね今以上に良くなっていればなおさら良しだと思いますので、まあ明るい未来に向けてね、オリンピックも盛り上げていくのも一つ、この皆さんの心の疲弊しているもの、まあ、ストレスが溜まっているものも少しは発散されることもあるんではないかと思いますので、まあ、あまりにもこの心ない、批判とかはすべきじゃないのかなと思っております、はい。まあそんなわけでね、ちょっとスポーツとの話してきましたけども、まあそろそろね、2月に入って、まあ3月4月から去年はちょっとあれだったんですけど、今年はそういった4月から新しいものが通常通りいろんなものがね始まっていけばいいなと思っておりますけども、まあ僕なんかのね一個人の、ねあれからいくと、うん、今年はね本当に今まで以上にいろんなところを回りたいなと思っておりますので、このコロナ禍だからどうのこうのではなくて、それは置いといて、本当に目標としていろんなところをいろんな、まあ国内ですけどもね、まあ極力海外ってちょっとまだあれなんですけど、国内いろんなところをちょっと巡ってみたいと思っておりますので、まあこれもちろんラジオね、まあ YouTube 等で少しずつでも配信発信できたらいいなと思っておりますので、まあねちょっとなかなか行く行くって言っててなかなか行けないんですけども、ちょっと状況的にも、なかなか行けなかったんですけども、もうそれこそ4月ぐらいからはいろいろ本腰入れていろんなところに行ってみたいなと思っておりますので、その説はね、もうこのラジオで言葉でね極力頑張って、その伝わるかと思いますので、伝えたいと思いますので、よろしかったらお聞きください。はい、なんでね、まあ、ちょっと時間の方もね、なくなってきましたので、まあ、2月始まりまして、まだまだね、ちょっとまあこういう状況が続いていくと思いますけども、今月ねまたちょっとゲストも呼びたいと思っておりますので、もしよろしかったらまた聞いてください。はい、じゃあそういうところで今日はここまでにしましょう。じゃあ来週まで皆さんさよなら。キックアスでした。